はい、本日はですね、こちらタトラスのダウンジャケットをついに購入しましたんでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、つい先日ですね、このモンクレールのダウンジャケットを購入してですね、タクゾーさんついにモンクレール行きましたねなんて視聴者さんに言っていただいたところなんですが、今年はハイブランド行きますよ言ってたんでね、タトラスの方買わせていただきました。でこちらも早速開けていきましょう。どんな感じなのかっていうと、ズドーンということで、この袋はねモンクレールの時にも言ったんですけどもね、ちょっと湿気通したりする用の袋じゃないっぽいんで、どうなんかな、ちょっとあんまり保存用には向いてないかもしれんけども、こういったブラックのダウンジャケットを購入しました。一番定番のモデルでね、なんていうモデルやったかと言いますと、ドミツワーノっていうモデルなんですかね。一番メジャーなモデル、毎年出てるやつなんやけども、こちらね、阪急メンズ館大阪で購入したら、こんなカードもねついてきました。保証書というか、こういうなんかメンバーカードみたいな感じなんでしょうね。ちゃんと正規店で購入されたという証明になっておりますということで、このカードは再発行できませんので気をつけてくださいなんて書いてるんですけども、こちらですね、モンクレールの時はね特にこういった会員カードなかったんやけども、なんか会員登録はしました。でこれタトラスはね、こんなカードをいただいて、これが証明書というか証明カードになると思うんですけども、個体番号もねついてるんかな、ちょっとわからんけども、そういったのを買わせていただきました。でね、前回モンクレール買いに行った時に僕相手にされなかったでしょ、こいつ買わへんねやと思われてたから、もう今回はそれを学んでですね、タトラス行った瞬間、お姉さんすいませんと、僕絶対買うんで、どれがおすすめかまず教えてくださいっていうことでね、そうしたら店員さんの目の色がグッて変わってね、あ、それならこれがありますってバキバキの状態で接客していただいたんですけど、そのドミツァーノというねモデルをこちら購入しました。ではまず着用していきましょう。サイズがね、こちら3というサイズやったと思います。規格的には、L サイズですね。日本で言うと L サイズかなっていう感じで、2もね着用したんですけど、2を着用したらちょっと短かったんですよ。タイトめに行くやったら2でもいいんやけども、だいぶシャツ出てますねっていう感じだったんで、まあやっぱ3ですよねなんて言ってね、3っていうサイズで購入をさせていただきました。いかがでしょうか。モンクレールの時はね、このテカテカやったっていうこともあってですね、あんたお前キャッチの兄ちゃんやないかってコメント欄いっぱいいただいたわけなんですけども、今回はねテカテカじゃないので、キャッチの兄ちゃん感は出てないかなと思うんですけども、このタトラスでもキャッチの兄ちゃんタイプジャケットもあるんですよ。だけど今回はキャッチじゃない方でね、購入させていただきました。でフードがね、これ取り外しができますので、フードの取り外しはジップですね。これジップでフードの取り外しができますので、ちょっと取ってみましょう。はい、こんな感じでね取り外しました。あ、取り外すと結構すっきりしてる感じですね。そしていつも通りこの取り外したやつは、そう、皆さんマネキンのとこにかけておいてくださいっていつも言ってますね。これマネキンのとこにかけておいていただきましょう。ではこのダウンジャケット特徴ね、いろいろ言っていきたいなと思うんですが、その前にね、このタトラスって書いてる中のとこ見てください。こんな綿入れてますよみたいな、綿のサンプルみたいなの入れてるんですよ。こういうのは買う僕らからしたらありがたいですね。あ、こんな感じのが入ってるんやっていうところでね、よりイメージがしやすいのでいいですよね。ではね、このタトラスのダウンジャケットの特徴いきたいなと思うんですけど、このダウンジャケットの特徴ってね、ドミツワーノってモデルはそうなんですけども、これ実はね素材がウールとシルクなんですよ。タトラス自体はシルキーウールっていう名前つけてるんですよね。だからシルクとウールが混合されてて、正式に言うと 99% はウールなんですよ。だから 1% しかシルクは入ってないから、おいシルク詐欺やないかいって思うかもしれないんですけども、そこはちょっと一回いいでしょう。シルクとウールが入ってるっていうことなんで、それがね基本的にはダウンジャケットって、こういうタイプとかってやっぱナイロンなんですよ。だからナイロンのどうしても人工っぽい感じの生地感、これもそうやけどね、ナイロンのこう人工っぽい生地感になってくるんやけども、こう天然繊維をこう存分に使ったダウンジャケットと。でね、これを説明するときにね、このウールの有名な会社でロロピアーナ社っていうイタリアの会社のウールを使ってるんですなんていう話するんやけども、そんなことはあんま気にする必要はありません。日本でもねウールの会社っていっぱいあるし、ダウンの会社もいっぱいあるんやけども、そんなこと誰も気にしないでしょ。でもイタリアのロロピアーナ社とか言ったらすごいことに感じるんやけども、結局はタトラスとしてはこの中の綿だけじゃなくて外のウールの生地にもこだわってるんですよ。それがなんとロロピアーナ社っていうところから取ってるんですよっていうことになってるんですね。あ、なるほどと。まず外の生地ですねって。あ、でも高いやつですよね。中はそんな大したことないんですか。ご安心ください、中もすごいいい綿を使っております。僕の動画をねよく見ていただいてる方ってご存知だと思うんですけど、ダウン、要はこの中に入ってる先の白の綿ですね。この白の綿で世界で最も有名な国ってどこですかっていうとね、これ結構マニアックな話なんですけども、ポーランドとハンガリー、この2カ国がズバ抜けていいんですよ。でこのズバ抜けてよくて、あとにフランスとかスペインとかいっぱい綿あるとこはあるんです。中国とかもあるんやけども、ポーランドとハンガリーがとにかく抜群にいい。なんでかというと、気候的にもね、ぐーっと寒くなったりぐーっと暖かくなったりすることで水鳥の毛がね育ちやすいんですよ。で国もねめちゃくちゃ支援してるから、民間企業をやってるだけじゃなくて、国もポーランドとハンガリーはもう国を挙げてねダウンを供給してますので、すごいハイブランドというか、すごい高機能というか、すごい高品質なダウンがあるんやけど、そのポーランドのダウン、中綿が使われてる
だからこんなことまでしてるんですよ。これ見てよと、私のやつはこれですよと、その最高品質の綿を使ってるんですよという証明なんですね。なので野球で言うたら最強と言ったらもう大リーグじゃないですか。アメリカ、イタリアとか機械にして、中国とかその台湾とかもそんなレベルじゃないから、もう大リーグがすごい。そんな中で活躍してる大谷翔平どんだけすごいねんっていう話になってくるんですけども、それ以外にもサッカーとか言うと、まあ、サッカーはちょっとばらけるからやめときましょうか。例えばね、日本の2大遊園地ってどこって言ったら誰でも言うと思うんですけども、とにかく USJ と東京ディズニーランド、この2つしかないじゃないですか。これがもう2大トップなんですよ。それと全く同じようにダウンの2大巨頭ってどこですか。ポーランドとハンガリーしかないんよっていうぐらい、まあ、とにかくこうずば抜けてるんですね。でその綿が使われてるから保温力もあるし、さらにこう軽くできてるというところがこちらタドラスのダウンジャケットの特徴じゃないかなと思います。そしてまあダウンの配合がね 90%10% っていう、まあ一番王道というか一番高品質なダウンの割合で、ダウンの綿が 90% で、羽の方フェザーが 10% で、これよくダウンが 100% にしてフェザー0にしたらあの穴とか出てこへんし抜けてこへんやんって、生地つけ送ってこへんって思う方いるんやけども、そのダウンを 100% すると形がね崩れてくるんですよね。だからちゃんとフェザーを入れてあげることによって形を整えるんやけど、そのフェザーを最低限のフェザーにすることによって形も綺麗やし、なおかつ穴が開きづらい。だから90-10という最高の比率を作ってるわけなんですけど、まあ、それはポーランドじゃなくてあのモンクレールも一緒やしタトラスも一緒ということで、こちらお値段、じゃあそれが値段なんぼなんですかというと、15万円の消費税16万5千円ということで、僕はねモンクレールを買ってからもう破産覚悟でやっておりますので、もう怖いもんなしだという状態でやらせていただいてたんですが、もうやっぱりタトラスも人気でした。僕がねもう買うからちょっと教えてくださいって言ってる間に、僕買うまでね10分ぐらいでもう買ったんですけど、その間にね2組ぐらい来てて、やっぱキャバ嬢の子らも来てたりしたんで、あやっぱ人気なんやなと思ったりしたんですけども、タトラスは人気のダウンジャケットでした。ではね、とは言いながらデメリットというところがちょっとデメリットになってくるのと、こんだけじゃ高品質の綿使ってこうウールならではの風合いが出てるじゃないですか。こうナイロンではちょっと寂しい、ポリではちょっと河川っぽさがあるけども、ウールならではの風合いが出てて何が悪いとこあんのと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけども、タトラスに関してはとにかく水に弱い。もう洗濯も何にもできないし、もう水は小雨でもアウト。なのでとにかく水に弱い。もう僕いっぱいダウンジャケット持ってる中で一番水に弱いです。普通ってこういうジャケットとかって撥水の加工って言って、こう水がちょっと弾くような加工がされてるんだけども、これに関しては一応加工はしてるんですけど、そもそもがウールなんで、ウールってねもう水濡れたらもうめっちゃ縮むとか、そもそもあの手洗いしかできひんとか、ウールのニットですら難しいのに、ウールのダウンなんかやったらもうめちゃくちゃ難しいんですよ。もう最上級に難しいっていうレベルなんで、とにかく水には弱いし、あとそれでいて毛玉ができる。ずっと着てたりしたら、ウールのニットとかってねこの脇のところに毛玉できてきたりとか、お前それ何年着てるニットやねんっていうのってあるじゃないですか。ウールはどうしてもね毛玉ができやすいんですけど、そのウールを使ってるっていうところもあって、それがいくらロロピアーナ社であろうが田中であろうが山田であろうが関係ないんですよ。とにかくウールは毛玉ができるっていうところはもう仕方ないことなんで、一応毛玉ができた場合はパトラスに持っていったらね毛玉取りみたいなことをしてくれるらしいんですけども、まあこの辺はあの天然繊維ならではのデメリットですよね。やっぱシルクとかも光沢があって素晴らしい綺麗さがあるんやけども、その反面基本的には洗えないとかね、ウールもそう、めちゃくちゃ風合いがあって暖かそうな感じはあって、ナイロンでは出ない良さがあるんやけども、その代わり毛玉できやすかったり水にとにかく弱かったりとかっていうところがあるんで、まあ、この辺がちょっとデメリットになってくるかなと。じゃあ次、じゃあおすすめの人、どういう人がおすすめなんていうと、とにかくちょっとレストラン行くとかね、高級なデパート行くとか、そういう時なんかにはめちゃくちゃいいと思うんですよ。っていうのもやっぱ15万ぐらい超えてくるダウンジャケットって基本的にはもう中の綿がめちゃくちゃいい綿使ってるんで、もう軽いんですよ。で軽いのに中ロンティだけできるんですよ。それぐらいいい綿が使われてるので、着てて疲れるっていうことがないんでね、ずっと着っぱなしでいけるんですよ。でも重いダウンジャケットってもう着てたらもう疲れてくるし、重たいし、なんかもう早く枯れなってくるじゃないですか。でそれがないっていうところがこのタトラスとか、まあ、モンクレールとか、そういう15万以上してくるダウンジャケットのね、まあ、特徴にはなってるので、もう絶対濡れませんよと。室内におったりしてね、デパートの中を濡れることないじゃないですか。でそれがでもレストランとか行ったりしたらね、やっぱナイロンのダウンジャケット着てるよりはこういうウールとか、ちゃんとちょっとフォーマルな感じのジャケットを着てる方があったりするんかなっていうことで、まあ、僕の視聴者さんとかでね、まあ、起業されてはったりとか、あの社長の方とかもいらっしゃるので、そういう方なんかはね TPO に合わせて普段はアウトドアの格好とかしてもうガンガン防水で行くんやけども、会食があったりとかちょっとこう大人の付き合いがあったりとかする時なんかはね、こういうジャケットパッて羽織っておけば、そんなに決めてる感じはないんやけども、なんか品があるというか、なんかこうちゃんとまとまってるなっていう印象ってあるじゃないですか。それはなんでなんですかっていうと、やっぱりウールの風合いが出ててね、素晴らしい感じになってるんじゃないか。しかもポーランドのダウンが入ってる、もうこれ以上言うことないやんと思うんやけども、取り扱いはちょっと難しいので、おすすめの人、さっきもちらっと言ったけども、メインで使うって感じじゃないですね。特別用途として持っとくっていうのはいいんやけども、毎日着る用のダウンジャケットじゃないから、毎日着てると毛玉もそんだけ早くできますし、首のとことか
か馬琴床とかもね。でもここぞっていう時に着るようとして持っておくっていうのはね、あの大人のたしなみというか、そういうダウンジャケットなんじゃないかなっていうのがね、今回着用してみて思いましたということになっておりますので、本日はですねタトラスのドミツアーノについて紹介したというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。